表の大西桃佳です。ということで、本日ちょっと今から撮影に行ってくるんですけど、夜がだいぶ遅いので今配信しておきたいと思います。撮影頑張ってね、ありがとう。15分配信かって、そうね、15分したらもう本当にすぐ出るお家、うん、そう、ちょっとお部屋は綺麗に片付けてました。ね、あーそうじゃんハッピーバレンタインってね、ハッピーバレンタイン忘れてた。そうじゃん。ハッピーですか？ハッピーですか？皆様がハッピーなら嬉しいです。私は(笑)ノーコメントで、あれ、特に変わらない日曜って、今日日曜なの？日曜？あ、日常か、びっくりした。この間も日曜やったよなって思った。びっくり。うん。昼ご飯食べた？食べたよ。お魚食べた。うん、魚いいね。ね、久しぶりに食べたかも、お魚。今のところチョコ0個ですって。お、いいよいいよ、まだ今日1日は長いからねまだまだもらえるチャンスはあるよ、うん、今日寒いらしいから気をつけてねってガチで言ってる。ヒートテック着てないんだよな。買う予定？ん？違う、もらう予定はないです。そうなの？チョコちょうだいって無理無理です。ダイエットして自分も食べられないのに人にあげるなんてもうそんな大西は心の広いことしません一番大西が食べたい今。無理ね、終わったら食べたいねって。本当にダイエット終わったらチョコ食べまくってやろう。返しが大変なので義理チョコいらない男子も増えてるって知ってますか？あ、そうなん？偉いな、お返ししようってちゃんと思うのが偉いよね。ねえ、なんか偉いね。だって好きであげてるんやからさ、お返しとか別にいらんくない？欲しくてもらったわけじゃないんでしょ、なんてお願いします、ギリチョコ欲しいです、お願いしますって言ったらさ、まあ
まあしゃーなしやでって言ってあげたらなんかお返しとかあげるのはわかるけど、はい義理チョコって言われたやつを別にお返しせんでよくない？大人になるとそれは違うの？大変だね大人は。会社の人間関係ではそれが超重要なのよ大西さんって。マジめんどくさめんどくせー。お返ししなきゃ何言われるかって、そんな感じなの？大変だね。ありがとうの気持ちは返さないとって偉い。偉いね。大人になりたくな人として当然の礼儀だと思ってましたって、すごい偉いね。なんか本当にさ、なんか別になんだろう、普通に自分があげたくてあげてるなっていう人にはさ、なんか返したくなるけどさ、お返し目当てであげてる方とかには大西絶対返さないよ。うん、気持ち次第よね。なんかあお返しを目当てだなって思ったら大西渡さないかもしれない。うん、そういう人ほど返さないといろいろ言ってくるんですよって。その気持ちはわかるけど後々の人間関係が。あそう、人間関係って大変だね。なんか恩師別にそんな誰々から嫌われたらどうとか、なんかコミュニティの中とかでも別にそういうの気にしないけど今反抗期だからですよねって。いや別にこれは関係なく、おいしい関係ないかも。おいしいも渡したいと思った人に渡すしって感じかな。大変だね人間関係って。逆にお返し来なかったらどう思いますかって。別に何でもいい、あげたいじゃん。なんかバレンタインってなんかこうさ作ってさ、学生の頃とか大西もマジでもうチョコレート工場なのかってぐらいさこう作ってたけどさ、で大体あげるのよ。クラス全員にはあげる、で隣のクラスのお友達にもあげる、でたまたまその辺にいた人たちとかにもなんかあげるみたいな、そんな感じだったのよ。ただそのあげるっていう行為が楽しいから大西は。そう、えありがとうみたいな、喜んでなんかうっしゃバレンタインチョコみたいな喜んでくれるのが見てて楽しかったから、だからあげてたけど。うん、だってそん中でもお返しなんかくれんのよくて2人ぐらいやったよ中学校の頃とか。でも別にむしろもらえたからラッキーぐらい、なんかえ逆にくれんのお返しみたいな。うん、そうね、うん、って感じだったから、むしろお返しは別に逆に何も気にしない。えらいね、もらったらお返ししないとなって思うけど、えらいね。そのままの人でいてくれ、人それぞれだ。
お返しは何もらったのって、えマジで消しゴムとかお母さんが作ったクッキーとかなんかそんな感じこれ持ってけって言われたぐらいのなんかマジでそんな。だから大西はそのさ学生生活ぐらいでしかさそういうのをしてなかったから、うん、なぜに消しゴムって、え学生消しゴム使うからじゃない消しゴムはでも嬉しかった、嬉しく、うんそうね、うんうん、そうね、劇場で配らないのって、劇場出ないよ西京、今日撮影です、うん、うん、でも大変なんだね、あげてない人からもらったらどう思う、びっくりって感じ、すごいね、まあみんなバレンタイン楽しんでくれや楽しんでくれや、うん、ね、うん、ねえ、まあでもお貸しするのは本当に偉いと思う。できてるわ、えらい、でもそれこそ本当に好きな子からもらったらね嬉しいだろうね、バレンタインってね、バレンタインにもらったらさ好きな子からだいたいホワイトデーとかにお返しするじゃん、その間の1ヶ月めっちゃルンルンそう、うん、ね、あ、おもちゃにもらった気持ちで今日頑張るね、お、頑張れ頑張れ頑張れ、みんな頑張れ、うん、何をお返しすればいいか悩みすぎてあんまルンルンしないで、本当にその間の1ヶ月間のそのなんか甘酸っぱいなんかその感じで楽しそうだけど。そんなでもないのかな、青春もう一回来ないかなって、本当に、いや確かに青春か、青春もう一回来いと思う、なんか情緒不安定になりそう
春期が続くとね。ね、そう考えたらなんか思春期って言われてるさ時はさ、思春期何それって思ってたけどさ、今考えたら思春期って思春期だったんだなと思うよね。知らんけど、なんか面白い情緒してたよね。幼稚園くらいからやり直さないといろいろうまくいく気がせんって。確かに、ね、でもさ、ちょっと前までとかはさ、なんか人生やり直したいなみたいな、やり直すなら幼稚園より前、入園より前ぐらいがいいなとか思ってたけど、もう一回やるってなったらまためっちゃめんどくさいで、もう一回勉強しやなあかんね。何年かよ、6、9、12年間ぐらい、もう一回一から勉強してさ。最初のうちはいいよ、小学校1年生とかやったらさ簡単やからいいけど、中学校2年生3年生ってなってきたらまた難しいやつやらなあかん。うん、考えたら面倒くさって思うけど、なんか暇になりそう。最初らへんとかだってね、え、今のだいたいさ、そんぐらいに戻れたらなって思う人ってさ、今のこの記憶が残ったまま戻りたいって思うじゃん絶対。で、今の記憶がさ、もう残ったまま戻ったってさ、同級生がさ小学校1年生とかじゃん、365日こう小学校1年生の子が周りにバーっていっぱいいてさってなったらまた大変じゃん。だって自分だけ26歳の知能をしてるのに狙ったらまた大変よね。お、もう15分経った。あ、本当？ 15 分経ってた。もう38分だ。ちょっとそろそろ靴下履いてお家を出ますので、じゃあそろそろランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位チンアットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位じゃないわ、5位がまゆゆかちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がよっちゃん&ゆももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が大粒ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして、9位がキョウイさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が、カンタムさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が MM ルールズアットマークギフのルと人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がおちゃっぱタイムアットマーク笑うあすん、また違うやつだ、爆裂魔法エクスプロージョンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がつばささん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ということで、じゃあちょっとこの後撮影頑張っていきたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃佳でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では行ってきます。みんなバレンタイン楽しんでね。じゃあね、バイバイ。